まあ、そうですね、その軍を主導しているショイグ国防相というのが、まあ、非常に大きな役割を担っているんじゃないかなというふうに思います。その大きな役割というのはどういう意図として挙げられるんですか。まあ、今のところプーチンとパトルシェフが中心になって、政策決定をしていると言われていて、まあ、軍を率いているショイグはそのロシア軍に出ている被害を、まあ、の責任を一番負わなきゃいけない存在ということですね。まあ、そこでそのプーチンパトルシェフラインのところに、まあ、ショイグがどういうこれから意見を言っていくのかというところが、まあ、注目されるかなと思います。溝口さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。モスクワの権力中枢の変化を正確に予測することが極めて難しいのは、およそ30年前のソ連崩壊が如実に示しています。プーチン大統領の権力も一見盤石に見えますが、複雑な権力構造に突然変化が生じる可能性は排除できません。今夜見てきました白引きに象徴されるプーチン政権の中枢はベールに包まれていて、情報は限られていますが、その動きから目が離せません。第7波に突入した。沖縄県では連日1000人を超す感染が続き、警戒を強めています。政府の分科会は感染の急拡大を防ぐため緊急メッセージを出しました。感染者が増加している沖縄県、昨日玉城知事は、これはもはや第7波に突入したものと認識せざるを得ない。直近1週間の人口10万人あたりの感染者数です。東京品川区の大学病院です。入院時の検査でオミクロン株の一つで感染力、プーチン大統領の権力も1300年に及ぶが、複雑な権力構造に突然変化が生じる可能性は高く、今夜見てきました、プロデューサーに想定される、プーチン政権の発表は、どうでしょうか。